お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。本日は、今年もう3月も残すところあとわずかなんですけど、今年度でもって退職なされます、嘉手納高校のですね上原俊之校長先生をお招きしてお話を伺っております。振り返る形で前半オープニングお話しさせていただきましたが、3度目の、就任で、まあ、校長職としてこの嘉手納高校に帰ってきたという形でありますが、まあ帰ってきて、これでもう教員職も終わるということになると、何かしらこうご自身も寂しいものもあるんじゃないかと思いますが、まあまずはエンディングとして嘉手納高校の、まあ、生徒の皆さん方とか、まあ、振り返る形でこう2か年の締めを今お話しさせていただいているわけなんですけども、まあでも私から見ると本当にこう嘉手納高校野球部の、甲子園出場であったりとか、それから、生活面でもその遅刻ゼロ美を作るという本当にこう奇想天外な発想であったりとか、もうまた子どもたちのこのモチベーションを上げるためのあの横断幕、もうああいうのとかも本当にこういろんなことが、地域にも発信された、この2年じゃなかったかなと思うんですよ。振り返ってみて、まあ、改めていかがですか。はい、まさにそうですね、まあ、2か年、まあ、長いようで、はい、短い期間でしたけれども、まあ、その間にもいろんなことが ありました。まあ、もちろんいいこともたくさんありましたし、はい、逆のこともありました。で振り返ってみると、はい、本当に思うんですけど、よく校長職っていうのは、まあ、先生方の後ろには管理者がいますよね、はいはいはい、まあ、教頭先生がまずいますので、相談したり、でそれでできなければまた私のところに来るという形で、いますけど、で教頭先生の後ろにはまた私がいる、最後は、はい、まあ、もちろん責任は校長が、取りますので、はい、でよくもう昔から言われてきてるのは、じゃあ校長の後ろには誰がいるの？誰もいないんですということを ね先輩校長の方々も教頭の参加や校長牛がや、校長の参加やカビしかねえらんろうとそういうことを散々言われてきてですね、だから校長職っていうのはまあ孤独みたいなイメージが、あると思うんですけど、まあ、どこで、まあ、企業でも、まあ、社長さんは、最後の責任を取る方です、ですのでね、同じだと思うんですが、私はこの2か年で本当にしみじみ感じたのはですね、私の後ろには常に先生方がいたっていう、これはすごく思いました。なるほど。この特に、まあ、楽しい時はもちろんそうなんですが、このまあこの辛い時っていうかやっぱりありますよね、いろいろ起こりますので、そういう大変な時にいつも振り返ると先生方がこのなんていうかこの笑顔っていうか支えているこの顔がずっとありましたので、ですので、まあ、少なくとも私の後ろには50名の、はい、あるいは70名の先生方が、はい、いたなっていうのは、本当に実感としてしみじみ、そう思いますね。ですので、強いですねそれはね、そういう意味でも本当に先生方にまず感謝したいし、でそういう先生方の指導支援でまた子どもたちが成長して、いっていますので、本当にそういうその点でも本当に感謝したいなと思いますね。なるほど。